社会人2年目の男です。私は中学生の頃30人くらいのクラスぐるみでいじめられていたのですが、出世して権力を持ったいじめ加害者たちにまた襲われるんじゃないかという不安があります。私は受験や就活に失敗し負け組、いじめ加害者勝ち組です。一流大学出てるやつもいるし、偽善者ぶってるやつもいます。普通に考えてそんなことあらずないのですが、不安で仕方ありません。憎い気持ちを回るくらいです。この不安どうすればなくせますか。引っ越してください。地元さっさと離れてください。東京出身だったら大阪に行くとか。結局その不安に感じるかどうかっていうのは合理的なものではないので、物理的に距離を取ってください。要はその例えばじゃあ東京出身でそのなんか地元の実家に住んでると、そのなんか駅で会うかもしれないっていう不安を多少でも感じちゃうじゃないですか。なので大阪とか引っ越したらもう絶対来ないじゃないですか。まあ福岡でもいいですけど。なので物理的に距離を取るっていうのをやってください。そうすると、まあ、そこで普通に仕事して働いて、で、別にあいつらに会っても全然大丈夫じゃんと思えば、東京に戻ってくるだったり、実家に戻ってくるみたいなのが。なので、とっと引っ越しちゃってください。